ただいまよりエコ信頼サービス株式会社プレゼンツ K1 ワールドグランプリ2022 K1 フェザー級世界最強決定トーナメント決勝戦を行います。青コーナー169センチ 57.5kg 日本ウィザードキックボクシングチーム、トーマー K1 ネクストトーナメント最年少が頂点に立ち、新エース候補に名乗りを上げるか。トーマ赤コーナー167センチ 57.4kg 日本 K1 ジム総本部チームペガサス、 K1 ワールドグランプリフェザー級王者、軍事対等プロ階級の現王者です。まさに進化の問われる試練の戦い、決勝までやってきました。軍事対等、さあ3分3ラウンド延長1ラウンド、この決勝戦に関しては1ラウンド中3度のダウンでノックアウト負けとなります。さあいよいよ戦いが始まります。マサトさん、ぜひポイントを教えてください。ポイントはやっぱり軍事の前に出るパワーか、トーマのテクニックか、はい、っていうことじゃないですかね。そして来月の横浜祭りでの復帰が発表されました最強春馬選手の顔もあります。同じ階級です。そして改めて放送席には、マサトさん、佐藤義弘さん、石田照之さん、熊田陽子さんを迎えして決勝をご紹介します。さあ拳を合わせました両者、赤いグローブが現王者軍事タイト、そして青いグローブが驚異の19歳トーマ、両者がこの頂点で激突します。なんかトーマ前出ますね。そうですね、積極的。左ミドルキック、佐藤さん、はい、4ヶ月前に対戦してるんですよね。そうですよね、もうこんなすごいダイレクトでね、リマッチだと。トーマ選手はキックってワンデートーナメントだと足痛くなってなかなか蹴られないんですけど、もうバンバン左ミドル蹴ってるんで、もう1回戦2回戦ともにノーダメージだったってことになりますね。なるほど。土田さん、改めてトーマの勝ち上がりっていうのはどう見てました？いや、すごいですよね。やっぱ19歳とは思えない、はい、なんか本当テクニックもあるし、試合巧者だし、はい、ハイキックにつなげた。やっぱ数ヶ月前の戦いがあるんで、もう双方がそれぞれの、ね、反省点あるでしょうから。そうですよ、ね、あの時に決着をしっかりつけたかったというかね。さあ、その4ヶ月間の答えが出されます。そして熊田陽子さん、はい、軍事タイト、こう注目してましたね。そうですね、私チームペガサス大好きなので、はい、軍事選手に勝ってほしいと思ってたんですが、今ちょっと解説席に座らせてもらっているのでフラットな気持ちで、はい、応援したいと思います。そうですか、はい、あ、ちょっと足をかしくした。あれ、はい、大丈夫ですかね。まあやはり過酷な3試合目ということになります。まあでも雅人さん、ここ準決勝は圧巻でしたね。軍事は強かったですね。こう今まで見た中で一番強い軍事でしたね。ああ、そうですね。さあ追っていきます。左ハイキック、これうまく逃れますがすぐ前に出るチャンピオン、赤いグローブが現王者の軍事です。リードのジャブから左右のパンチ、これ届かない。またこの中でも足を踏み替えながらの戦いが青いグローブ、19歳のトーマ、左ジャブ入れました。佐藤義弘さん、どうですか？軍司がさっき途中足を少し気にした感じなんですけど、はい、まあ、どんな感じなのかなっていう、ちょっと気になりますね。そうですね、さあ最初のダウン奪ったのは軍司タイト、パワーつきましたね。そうですね、さあ土田さん、これダウン喫しましたね、トーマが。そうですね、もうトーマ君はもう出るしかないですからね、うん、さあ1ラウンドで決まるか。45秒あります。銃を取ります。前蹴り放ちながら、これ強引に詰めていくということはありません。軍司、前蹴り、第2試合と違う戦い方ですよね。打ち下ろし、ビーッと捉えたボディだ。渡辺君、迫力強いな。ストレート、そうですね、パワーですね。パワーつきましたね、膝だ。さあコーナーに追い込んだ、逃げられない、逃がさない、対戦ロックだ。今沈んだ、2度目のダウン、もう倒れられません。よくなったな軍司。やっぱり一度始まるともう止まらないマシンガンパンチ。さあ残りが10秒、耐えられるかトーマ、青いグローブトーマ、もう倒れられない。1ラウンドで決めました軍司タイト、これが K1 フェザー級の王者にして最強だ。いやー強くなったな本当に。いや本当ですね。いや今までテクニックはあったけど、その力強さは感じてなかったんですけど、今日の軍司
じはテクニックもあるし力強さも感じましたね。すごい、かっこよかったですね。あの梶原龍二さんがあの肩に担ぐのってやっぱりベルちゃんのベルト取った時しかないんですよ ね。 なるほど、そうですね。あの風景が見られたのがすごいもうたまらなく嬉しいです。K1 ネクストってね、ネクストは俺だっていう試合しましたね。はい、これ土田さん、そのフィルター通して見ると本当そういう一日でしたね。いや、K1 のベルトを持ってるっていうね、やっぱもうそこで、ま、やっぱ負けるわけにはいかないっていうのと、やっぱ KO で倒すっていう、はい、なんか強い気持ち伝わりましたね。いや、佐藤義弘さん、はい、これトーナメントの面白さもありましたね今日。まあそうですね、あのまたこのほらワンマッチでもまた見てみたいと思いますし、でやっぱあのフッジもその タイトル取ってからやっぱ立場が人を作るんじゃないですけど、なんか明らかに変わったなってあの感じます。しかも熊田さん、あの武選手がね、あのザマッチ行く前に最後エキシビションやったのかそうですよ、ね、っていうのもありますよね。はい、バカに興奮出ますしね。優勝は関西大東選手に決定しました。まさに武の次は誰だ、そんな見方をされていた K-1 ネクスト、まあ、今日から男子の大会が始まりました。やはりその一番手は彼、軍事タイトなのか、まあ、武からその気持ちを伝承したはずです。マサトさん、はい、トーマの方はどうですか。いや、トーマは本当にセンスの塊ですから ね、 ね、負けたとはいえまだ19歳ですから ね、 ね、まだまだこう伸びしろしかないですから。19歳でよくここまで ね、上がってきましたよね。佐藤義弘さんどう感じてるんですか。いや、僕も本当トーマはセンスすごいと思ってて、はい、あの左ミドルがめっちゃ好きなんですよトーマ。え、何だ左ミドル、なんかもう軸が ものすごくしっかりしていて、もう本当にきつい練習を重ねてリングに上がってるんだなってのが分かりますからね。でもなんかこう今思い出すとタケルと、タイガの最初の決勝戦を思い出すな。圧力のタケルでテクニックのタイガみたいな感じ で、 そ、 うです、ね、その圧力のタケルが倒したっていうそんな試合を思い出しますね。だからトーマは僕この個性をもう生かして、もうこのままテクニックをすごい磨きに磨けて、もうペトロシアンみたいな感じになってほしいなと思いますね。土田さん、それたまらないですね。いや、たまらないですね。いや、それをペトロシアンやれてなかったですねいや、でも土田さん、本当にそういう意味では伝承してる感じしますね。いや、ありますね。まだ1999年生まれですからねこの間ですよね。この間です。なんならあの軍司君が、99年で、2002年なんです。うちのね、長男次男と全く同じじゃん。そう思ったらとんでもない兄弟喧嘩ですからねなるほど。いや、熊田さん、はい、改めてもうふさわしい2人でしたね。そうですね。しかもあのチャンピオンはこのトーナメントにあの迎え撃つんじゃなくて自分もちゃんと参加するっていうその姿勢も素晴らしいと思いますし、倒しきるチャンピオンになるっていう本当になってますね。そうですね。やっぱね、K-1 チャンピオンは倒さないとね。そうですよね。まあ、マサトさん本当に証明してこのトーナメントでも大きくなりましたね、きっと。いや、また強くなりますよね。本当にあのタケルとのエキシビションの時に軍司本当に 強いなと思ったんですよね、あの時に、はい、そこからやっぱどん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 成長してますね。すごいスピードありましたしね。ありましたね。はい、これ1ラウンドで仕留め切ったっていうのもまた価値がありますね。いや、本当にね、試合前は本当3試合 KO してやるって言ったけどなるほど、まあね、1試合目はできなかったですけど、はい、本当に準決勝、決勝とね、あっという間でしたからね。そうですね。スワレス、福村、そして決勝ではトーマ。今までは本当に上手いんだけど怖さは感じなかったけど、怖さ出ましたね。身にまとっていくものなんですね。で、そのシーンをずっと見ている19歳のこの熊田さん、表情もね、忘れたくないですね。そうですよね。もう格闘技に人生を捧げている、はい、トーマ選手なので、まだまだこれからですよね。まあ、改めてチームペガサス推しの熊田陽子さん、はい、これでも入ってくるときセコンドの河原選手とかリアム選手とかもいて、はい、もうめちゃくちゃムービーを撮りたかった気持ちを抑えましたが、さすがに宇治選手勝ったときはちょっと撮っちゃいましたね。そうですか、はい、大興奮しました。
でも現チャンピオンながらこうみんなと同じ1回戦から登場ということになって、でそれを示すもう文句なしのチャンピオンですね。佐藤芳郎さん、改めてその強さという部分でチャンピオンなんですか。やっぱのこの圧力ですよね。トーマが下がりたいよりも早くガッガッと入ってきてラッシュをかける、だから相当強いチャンピオンだなと思います。まあ、でもあれですよね、トーマはまだまだ伸びしろいっぱいで、まあ、すごくこうテクニックあってうまい、あとはこう自分から攻めるっていうことをもっと覚えていくとさらに良くなるんじゃないかなっていう気がしましたね。まあ、それを痛感したこのトーナメントかもしれません。確かに強い、うまい、もう一つ K-1 の王者になるにはというところなんでしょうか。まあでも佐藤さんがおっしゃった和製ペトロシアン、ちょっと期待したいですね。そのぐらいのセンスは抜群ですからね。お子さんが生まれてパパになって、トーマ選手がお父さんとやってるっていうその対比構造もすごい面白かったです。あ、そして久村選手もリングに上がってきました。佐藤さん、やっぱりそうですね、まあ、久村もねすごい良かったんですけどね、それをね圧倒した、まあ、あの軍事が強かったっていうことですね。久村修平、そしてワン・ジュングワン、熊田陽子さん、どうですか。いや、もうこのトーナメント本当に面白かったです。ちょっともう一回お家でゆっくり味わいたいです。そうですね、志田さん、やっぱりこう見てみるとみんな個性がありますね。いや、そりゃそうですよね、この世界最強のトーナメント出るメンバーですから。そうですね、でもまあそれをやっぱ KO でね、今2試合あの郡司選手が勝ったってすごいですよね。そうですね、はい、2回戦と決勝と、まあ、第3位というトロフィーです。これはどう感じているでしょうか。ワン・ジュンガン、そして久村修平です。まあ、久村の1回戦は圧倒的でした。まあ、久村をその瞬間優勝候補と思ったツイッターなんかしている方も多かったんじゃないでしょうか。それでは続きまして、見事 KO で優勝いたしました郡司大翔選手は、英語信頼サービス株式会社様よりKO ボーナスが贈られます。郡司大翔、2015年2月16歳でプロデビューでした。翌2016年には K-1 甲子園を制して、さらに17年、武井良樹選手の返上したクラッシュバンタム級の王座体感を果たした時は18歳でした。でも熊田さん、その後ね、こう久村選手弟に顎砕かれて長期欠場とかも経験してるんですよね。そうですよね、体も壊しながら。で、正人さん、味方としてはこれまた決勝で椿原と、6度目の対戦になるんじゃないのという見方もありましたし、まあ、椿原も、ね、元チャンピオンですから ね、 そうですよね、それをね、こう倒した19歳ですよ。そうですね、いや、時代はもう動いています、回っています。なんでか熊田さん、でもトーマ選手もずっとこの場所にいなくちゃいけないのが悔しいですよね。でもいい経験ですよね。悔しさをいつまでも忘れないっていうのがね、それできっと強くなるんでしょうか。ここに来たそのしか分からない感覚かもしれません。さあ、お待たせしました、いよいよ郡司選手の声が聞けそうです。見事優勝を果たしました郡司大翔選手より一言いただきます。K-1 フェザー級 の、 あの王者の郡司大翔です。これが K-1 です。もう日本人選手はもうほとんどやってきてほとんど勝ってるんで、もうあとは外国人選手しかいないと思ってるんで、強い外人呼んでください、お願いします。このフェザー級の階級は僕の前からすごい、戦国時代って言われてきて、で僕がなってからも戦国時代ってずっと言われ続けてて、まあこの機会にいいチャンスをもらえたと思ってるんで、ここで言います。これからは僕の、絶対王者の
始まりです。で、今武尊選手が休養してるってことで、まあ次の世代のエース探しじゃないですけど、そういうのがあると思うんですけど、K1 の次期エースに僕がいいんじゃないかなって思ってるんで、これからも世界最強を示していくんで、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。戦国時代を自ら終わらせて、そして自分の時代の始まりを告げる、その頂点に立った郡司海斗でした。さあ、そして今優勝を果たしました郡司選手のサインが書かれています。このアクリルパネルはスポーツチーム公認オークションハットトリック協力のもと、チャリティーオークションに出品されます。ぜひ皆様ご参加ください。熊田さん、どう聞いてました？マイク。いや、本当 K1 の顔になってくれるんじゃないかなって期待してます。そうですね、はい、さあ、そして K1 ネクスト、これからも続きます。次回大会ご紹介しましょう。次回大会は9月の11日横浜祭りとなります。第5代スーパーフェザー級王座決定トーナメント、マサトさん、これはタケルが返上したタイトルですよね。そうですね、はい、またね、ここでもね、うん、誰が新たなね、こうニューヒーローが誕生するんじゃないですかね。まあ、これ大岩対ブア夫婦、レオナ対セギリ、朝日さひろたか対ナップロック、そして横山対サグデンという日本人対外国人という1回戦になります。佐藤さん、これどうですか？そうですね、まあ、トーナメントの話ですか？そうですね、はい、僕は朝日さお兄ちゃんが、うん、もう台風の目だと思ってるんで、もう期待していますね。そうですか、はい、でもようやくあの外国人選手もね、強いのが呼べるようになってくるんで、そうですね、ここから本当に世界のトーナメントになっていくと思います。まあ、そしてその他にも 9.11 横浜祭りはスーパーライト級タイトルマッチ、大和哲也選手の防衛戦、対戦相手が佐々木大蔵、そして先ほど映っていましたこの階級の最強春馬復帰してきて、森坂陸との戦いなどもあります。さあ、 K1 としては3年連続この九州上陸となりました。そうですね、去年から熊田さん、はい、絶好調なんですね、チームペガサス。約半年間で4つのベルトを取ってる、乗りに乗ってるチームなんですよね。はい、今日はこのメインの KO も含めて、20試合中半分がノックアウト決着ということでした。さあ、土田さん、改めて今日の1日どうだったでしょう？いや、何とにかく若いね、息のいい選手が多いなと思ってるんで、今後も期待していきたいなと思っております。そうですね、新生も良かったですね。そうですね、はい、バンタム面白そうですね、はい、まだこう階級が王座が制定されてないだけにですよね。まだまだ伸びしろいっぱいありますよ、新生も。うん、佐藤さんはどうですか、印象的な今日戦いだったり。僕は郡司の最後のもう日本人じゃなくて、はい、もう強い外国人とやりたいっていう気持ちを、まあ、自分も同じ気持ちですね。郡司対強い外国人が見たいですし、まあ、他の階級のチャンピオン も本当にトップレベルの選手、ぜひ見てみたいなと思っています。大変期待しています。まあ、K1 ネクスト、これがテーマで、まあ、この1年から来年にかけてずっと続くはずです。そこで新しいヒーローが、K1 の象徴が、生まれてくるはずです。その有力な一人が彼です、郡司海斗。そろそろお別れの時間です。ゲスト解説の、土田さん、熊田さん、そして解説の、佐藤義弘さん、正人さん、皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは福岡国際センターからお別れです。